川口博士は、日本の政治家。秋田県和野郡小坂町長、衆議院議員を務めた。1947年、秋田県小坂町に、落農農家の次男として生まれ、地元の高校を卒業後に上京。法政大学工学部での学業の傍ら、学習を稼ぐために、接多が役で、ラーメン屋の屋台引きなど様々なアルバイトを経験。 1984年4月に秋田県小坂町議会議員に当選し、6年在職。その後、1990年4月に小坂町長に初当選。2009年3月12日まで5期を務める。在任中、財団法人秋田県資源技術開発機構理事、全国鉱山所在市町村協議会会,会長、秋田県鉱山所在市町村協議会会,会長、 地域経済対策自治体協議会副会長、秋田県市町村職員共済組合理事長、秋田県河川基水協会会長を務める。1990年の小坂町長就任以来、循環型社会の構築を町の理念として掲げてきた。1997年、世界30カ国の鉱山関係者に呼びかけ、開催した世界鉱山サミットにて、鉱山会は、 循環型社会の構築にどう貢献できるかを謳った小坂宣言を世界に発信。それを転機に資源、エネルギーリサイクル、観光、福祉、芸術、文化、教育等の個別具体の政策、施策の実施とともに、それらの成果及び方針を内外の有識者を巻き込んだ観光フォーラム、環境サミット、エネルギーサミットの開催等により、堅実に積み上げつつ、 総合的な政策として包括的に実現し、小坂町の活性化を進めてきた。これらの政策の結果、小坂町は住民所得が増加し、一人当たりの市町村民所得が県内25市町村で第2位まで上昇した。そして2007年には法人税収においても約4.9倍にまで増加していくことで、地方交付税等に依存しない自立した財源の 確保が可能となった。2009年4月、引退する寺田助郎知事の後継を選ぶ秋田県知事選に出馬したが、自民党と社民党が支持する元秋田市長の佐竹、高久に約5万7000秒差で敗れた。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙において、秋田2区より無所属で出馬。同区では民主党は独自候補を立てず、 社民党の山本清弘氏を推薦していた。しかし当時の民主党秋田県連総務会長で、元大館市議の阿部川真一を中心とした民主党秋田県肉総支部の主要幹部が県連、及び党本部の意向に反して、独自候補を模索して川口を擁立。民主党県連肉支部関係者は川口を実質的、民主党候補とイメージ付ける戦略をとり、 さらには引退した、野呂田法政の支持層も獲得したこともあり、全国的な政権交代の流れの中で、川口が無所属ながら、小選挙区当選を果たした。川口は9月16日に開かれた第172回国会で新党日本の田中康を、新党第一の鈴木宗夫と共に、院内会派、民主党、無所属クラブに入会している。2009年12月、 民主党へ入党はしていないまま、ニック支部の立て直しなどの協力を求める意図で、県連の副代表に就任する。2010年6月21日付で正式に民主党へ入党した。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に再選を目指して出馬するも落選。二千十三年三月八日、同年四月七日投票の小坂町長選挙に、 無所属で立候補するも落選。ありがとうございます。